グッゲルタグ、CMD、プッシュ、ファンクション、グッゲルタグ、ディスプレイ、SP、アーティクル、アンダーフォート。U-24 日本代表は6日、東京五輪男子サッカーの3位、定戦で、U、U-24 メキシコ代表に1、3でクシし、銅メダル、得を逃した。今シーズンの J リーグはダゾーンで、いつで、どこでも簡単視聴。1ヶ月無料お試し実施中。 ここまでほぼフル稼働で奮闘してきた日本の主選手たちは明らかに疲弊していた。無理もなグループステージ初戦から6試合すべて中2日とう厳しいスケジュールをこなしてきたのでる。夜遅くに試合を終えて翌日は完全にリーカリーに当てその次の日はもう試合前日になっている。次の試合までに チームで練習できる、まも量も限られていて、試合を重ねるごとに、手たちには、疲労が蓄積されていった。メキシに敗れた後、日本の MF、久保武夫は、日程だけ祝手もらうと、正直ありえないと思いますと言わん、過ぎるスケジュールに苦言を呈した。さらに、皆に、短期間で6試合もやって、試合の前日に、クオフ時間が変更されて、本当は、 勝って分を言いたかったですけど、負けたので猛虎くらいにして、と続けた。久保が怒る理由は後ともだ。7月22日の初戦から8月6日の3位、決定戦は16日間で6試合というのは、たびたび過密日程が大になる欧州でもなかなかない。しかも東京は,は湿気や暑さとも戦わねばならない日本、夏場に開催されている。 ほとんどの試合が17時、校のキックオフだったとはいえ、全く熱くなわけではない。選手たちの体も心も徐々に蝕ま、定期、準決勝や3位決定戦では、どの国も軒並み、パフォーマンスを落としていた。同じことが、小サッカーでも起こっていた。8月2日に行われ、準決勝、スウェーデン女子代表対オーストラ、ア女子代表の一戦は、 今大会で最も、ローテン、な試合の一つだった。試合後に話を聞いたスー、レンの DF ハンナグラスは、最後の30分は本当、きつかった。とても湿気があって、こういう気は、女子ワールドカップでも、女子ユーロでも経験し、ことがないし、私たちは慣れていない。どのうち、無も、同じ条件ではあるけど、誰もが疲れき、いたし、終盤は、 精神力の勝負だったと思うと、だ。日本に乗り込んできていた他国代表チームたちも大会終盤に差し掛かるにつれて火の色は濃くなっていた。宿泊先を出られるの練習場や試合会場を訪れる時だけ、スウェーデン女子代表の DF マグダレナエリクソンはリックスできているし、みんなでゲームなどをって楽しむこともできていると語ったが、 試合、試合の間に二日間しかなく、とても世話しないよう、これまでに、こんな気分になったことはない、言うのが、本音のようだった。必死の思いでケッツ、の舞台にたどり着いたスウェーデン女子大も、カナダ女子代表に敗れて、悲願だった、金目、ル獲得を逃した。この決勝も当初は7日の11時期、クオフ予定だったが、前日午後に急遽試合、間と会場が変更に、 国立競技場で11時、キックを、の予定が、横浜国際総合競技場、日産スタジアで21時キックオフに、それともない20時開始予定、た男子サッカーの3位決定戦は18時、キックを、に繰り上がった。久保が、試合の前日に変更さ、手と話していたのは、このことだ。11時、 キックを、がテレビ放送的な事情を多分に含んでいた。せよ、アスリートファースト出会ったかに疑問が残る。スウェーデン女子代表の選手たも酷暑が予想される、午前中のキックオフにしては、おかしな時間設定だとことを唱えていい。それでも準決勝から決勝までは、今大会唯一、3日の準備期間があり、グラスは、中2日に比べて1、あるだけで本当に大きい。 フィジカル的にも、メンタル的にも回復できる時間が十分にある、安堵していた。もちろん五輪の開催期間を今、上に長くすることはできない。だが、サッカー、技に限って言えば、殺人的なスケジュールで、スリートたちにとっては、精神的にも、肉体的も、大きな負担を強いる構造になってしまう。いる。日本に限らず、他国でも近年は、 夏場の木上昇などが見られ、今後の大会でも東京五輪同様の問題が起こるだろう。日本サッカー協の反町工事技術委員長も今まで登録面18人で3人交代でやっていたと思うとぞっとるんですよね。相当タフな精神力とフィジカは今後も必要になってくると語っていた。を直前にバックアップメンバーの運用に変更あり、 実質的に22人のチームで戦えることになったことの好影響を実感していると同時に、も18人登録のままだったら途中離脱者が多発するリスクは大きかった。東京五輪では、この世直前のレギュレーション変更だけでなく、先述べたような突然のキックオフ時間変更な様々なごたごたによって運営面の課題が噴出だ。3年後のパリ五輪に向けても、 サッカー競技、大会方式など多くの面で、見直しが必要な時、来ているのかもしれない。8日の20時30分にキック、付される男子サッカーの決勝では、U-24 ブラジ代表と U-24 スペイン代表が激突する。準決勝で、共に延長戦含めた120分間の死闘、戦い抜い、チームだが、中3日という準備期間を経て、 パフ、マンスが向上するのか、あるいは疲労の影が色濃くプレイに反映されるのか。最も質がくなければならない金メダルをかけた対一は今後への指標となるに違いない。取材、文、目渡る、量 <music>